めきた、クレーンゲーム動画配信、毎日ゆっくりクレゲ実況。今日は大手ゲームセンターの半導体で、チョコボール12個セットを狙います。一つ一つは小さいチョコボールでも、12個も連結させるとかなり大きいな。1プレイ目で奥側が獲得口側に少し寄ったから、遊び続ければ取れそうね。そうだな。問題は奥側、右の角が乗ってる壁より手前に出せるかどうか。前に遊んだパイの実よりは景品が奥に長いから、時間はかかりそうだわ。12個セットだから、1000円までにゲットできればいいくらいか。500円6プレイだから、1000円で12プレイ、ギリギリ取り切れるかどうかってところかしら。無駄な冒険プレイはせずに手前を持ち上げ続けて地道にずらしていけば、なんとかなりそうだけどな。手前より少し奥を持ち上げたらどうなるか試して逆戻りしたから厳しそう。それでも2、300円余分に投入するだけだから気にせず遊ぶだけさ。景品全体が獲得口側に落ちそうだから右爪で奥を押してみようかしら。少しは獲得口側にずれたな。微妙だけど奥押しと手前持ち上げをあと何回かやって、最後は両爪で奥を持ち上げてフィニッシュよ。もう奥を両爪で持ち上げても良さそうなのに、慎重に攻めるな。連続プレイで集中力が切れて判断能力が落ちてたのかも。休憩した方がいいぞ。